C の公式 YouTube チャンネルをご覧の皆様、こんにちは。C の代表の篠崎です。腰が痛いよ、腰痛いよ。そんな美容師さんのために営業中でもできる腰をほぐす運動をやりたいと思います。それではレッツトライ、トライ。周りの筋肉を動かしていきます。壁がありましたら壁につかまっていただいて、足を前後に軽く振っていきます。10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は横に、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。股関節周りがほぐれます。さらに肩幅よりもちょっと足を広げていただいて、腰に手を当てます。この状態で腰をぐるりぐるり10回ずつ右回り左回りやります。1、2、3、4。ちなみにこれも股関節です。6、7、8、9、10。反対、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。これがですね、股関節周りをほぐしました。次、やっと腰のストレッチに行きます。骨盤を立てます、立てます。この状態で前に倒れています。一緒に膝が少し曲がっても OK です。この時に正面を向いて顎を投げ上に上げます。こんな感じ、ちょっと10秒ぐらい頑張ってみてください。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度ですね、骨盤を今度出していきます。出していって背中を丸めます。こんな感じ、ここがすごく伸びます。これ10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。使ってます。今度は先ほどの動き、骨盤を立ててグーッときましたね。ここで腰を動かします。こんな感じ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度は骨盤を寝かせて背中を丸めて、ここで腰を動かしていきます。これが1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら今度は股関節の部分に手を当てていただいて、背筋を伸ばして骨盤を立てます。この状態でこの背中が前に息を吐きながら倒れていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。起き上がったら今度は腰に手を当てて
天井を見ます。この時に無理にグーッと反らさなくても大丈夫です。緩やかに後ろに天井を向くような感じで OK です。10秒、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。そしたら先ほどの繰り返しなんですけども、この状態で少し体を動かしていきます。10回やります。まずふーっと力を抜いて前に倒れていったら、足をこう1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。ゆっくり起き上がったら同じことですね。天井を向いて1、これ難しいですね。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度はねじります。肩幅より少し開く感じにしていただいて、普通ですね、だらーだらーだらー、手が電源台になるような感じ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。もう一回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。今度はもっと大きくひねっていきます。手を横に出していただいて、こんな感じで10回、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。このまま少し体を寝かせます。同じように曲げていきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。最後軽く跳ねます。そしてこれが最後です。力抜きます。今度はこっちの足を立って力抜きます。こっちの足で立って力抜きます。これで歩いていって次の仕事に取りかかれば、あなたの腰痛はもう大丈夫。ではではレッツシャン。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。また見てねー。